即興詩人は、デンマークの作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンが1835年に発表した小説。作者の初めての長編小説で、イタリア各地を舞台としたロマンティックな作品である。童話作家となる前のアンデルセンが、1833年から1834年にかけて、旅行で訪れたイタリアでの体験を元にまとめ上げた。 自伝的小説で1835年に刊行された。イタリア各地の自然と風俗を美しく描いた。この作品は発表当時かなりの反響を呼び、ヨーロッパ各国で翻訳出版されることになり、作者の童話出版に向けての意識を高めるものとなった。日本では森鴎外がドイツ語版から約10年の年月をかけて翻訳紹介し、 その画族な文体も多くの作家に影響を与えた。ローマはピアツツア・バルベリーニの貧しい家に生まれた少年、アントニオは思いつくままに死を紡ぐ即興詩人になることを夢見ていた。アラチエリ教会での子供の説教で神の使いのような小さな女の子に出会う。その後、ジエンツアノの花祭りで幼くして母親を亡くすという悲劇にあったものの、 彼の才能を買ってくれるメーカーも出てきて、アントニオの運命は、純風満帆と見えた。ローマの射肉祭、復活祭の中での歌姫アヌンチアタとに再会し、アラジエリで出会った、小さな女の子だと知る。そして、レン、親友、ベルナルド王との出会いと三角関係による決闘を経て、数奇な運命に巻き込まれることとなる。アントニオは、ローマを逃れて、ナポリ、エネチア、 ポンペイとイタリア各地を遍歴する。ペスツムでは盲目の少女ララに出会う。カプリでも再会する。そしてついにはアヌンチアタと再会するが、すでにアヌンチアタは体も心もボロボロになっていた。別れた後、品種のアヌンチアタから手紙が来てナポリまで追いかけたけど追いち違いで出会えなかった。2年の間に、 劇場で蓄えたお金はすべて薬代に使ったが、恋を失ったと書いてあり、はじめから、アヌンチアタは、自分を愛してくれたことを知る。マリアと教会に行き、アヌンチアタのお墓を訪れる。その後、ララが成人して、目が治った、マリアだいうことがわかり、二人は結婚し、三年後に、アヌンチアタという子供を連れて、カプリを訪れる。 北欧デンマーク出身のアンデルセン憧れの地、南国イタリアを舞台に、親友の貴族ベルナルド、発酵の歌姫アヌンチアタ、小二甲、フラミニア、盲目の美少女、ララ、サンタ夫人、そしてベネツヤ一の美女マリアラの美男美女を廃止、イタリア各地の名称旧石、風光明媚な自然の佇まいを情熱を込めて、描写している。日本においては、 森鴎外による天がなき小ブ役が名高く、原作以上の翻訳と評された。鴎外は、本作のドイツ語訳を読み、我がザウを離れざる書として相席していた。ドイツ留学より帰国後に、舞姫を発表し、軍務の傍ら丹精を込め、明治25年から34年の約10年がかりでドイツ語版から、重役、断続的に雑誌、しがらみ雑誌などに発表した。 初刊版、即興詩人は、明治35年に、春陽堂で刊行日本近代文学館で、名著復刻全集が出されている。当時は、原文一致の流れから、日本語の交互体が完成しつつある時期であったが、王外はあえて画俗折衷の流麗な文語体で、綴っている。ただし、それは、必ずしも直訳ではなく、西洋の古事に由来する表現を、 中国古典の表現に置き換えるなどの技法を凝らしている。なお、ダンテ新曲の題名は、王外が即興詩人の一章で、新曲、我ともなる、気候詩と訳したものが定着したものである。王外役、即興詩人ローマに行きしことある人は、ピアツツアバルベリーにを知りたるべし。子は、貝殻持てるトリトンの神の像に造り通るしたる、美しき不敬ある。 大なる広志工事の七り。貝殻よりは、水は木出てその高さ数尺に及べり。原点のデンマーク語版からの口語訳、王外訳の流麗な文語体の画文に魅了され、木下木太郎、斉藤木吉、安倍次郎、小泉晋三など、明治末期から昭和にかけて、即興詩人をお持参して、イタリア各地を巡礼遍歴する文学者、学者が続出した。その中には、 上田聡山や正宗白鳥等もいた。今日でもイタリア旅行にあたって、即興詩人を携える者が多く、特に画家、想定家、安野光正は、王岩役、即興詩人に惚れ込み、周りに、即興詩人の魅力を、不協宣伝して回り、作品の舞台となったイタリア各地を巡りスケッチした、画文集、口語役を出版している。各説の題目で、 我が最初の教会、水道、見込み面、花祭り、足内会などアンデルセンの世界マイナス21世紀へ、伝えたい豊かな世界佐藤義隆、寄付女子大学企業、第29号当時の状況は、世界気候文学全集をイタリア編に記されている。ありがとうございます。